はい、こんにちは。B ライフのマリコです。今日は足のむくみを取り、美脚になるためのインヨガを紹介していきます。インヨガでは一つのポーズをゆっくり、時間をかけることで、筋肉の奥にある靭帯や腱、そして筋膜へと、刺激を加えていきます。足のむくみを改善することで、見た目足もスッキリとし、足の疲れも、取れていきますので、ぜひ一緒に行ってみてください。では早速始めていきましょう。一つ目はハーフバタフライというポーズです。まず左の足をまっすぐ伸ばしたら、右の膝を横に折りたたんで、内ももに足の裏側をつけていきます。息を吸って、その吐く呼吸でゆっくり前の方に体を倒していきましょう。伸ばしている方の足裏全体が伸びるところを見つけていきます。背中は自然なカーブを描いて構いません。下でゆっくり呼吸を深めていきましょう。足の裏には水分代謝を司る経路が流れています。ふくらはぎから膝の裏側、そしてももの裏側へと刺激を加え、リンパの循環も良くしていきましょう。さあ、このポーズ下で3分間のホールドをしていきます。終わりは合図しますので、その間ご自身の吸う呼吸と吐く呼吸と一つ一つの呼吸にゆっくりと耳を傾けていきます。膝裏など少し違和感を感じる方は、膝を少し、緩めたままでも構いません。心地よく足裏全体が伸びるところを見つけて呼吸を続けましょう。足の裏が少し伸びてきたら、伸ばしている方のかかとをさらに遠くへ押し出してもいいですし、両手をさらに前の方につこうとしてもらっても大丈夫です。一度大きく息を吸って、ゆっくりと息を吐いて、ゆっくり上体を起こしていきましょう。足を取り替えていきます。この右の足を前、左の足を内ももです。ゆっくりと息を吐きながら、体を前の方に倒していきます。きつい方は少し膝を緩ませて、調整していきましょう。
足裏全体の伸びを感じたら、そこで呼吸を続けます。ゆったりとした呼吸で、ご自身の体をよく内観していきましょう。こわばりや緊張感があるところに優しく呼吸を送って、吐く呼吸では、そのこわばりや緊張感を一緒に外へと吐き出していきます。一度大きく息を吸って、ゆっくりと息を吐いて、ゆっくりでいいです。上体を起こしていきましょう。はい、そしたら一度両手を横について、四つん這いの姿勢から、右の足を両手の間に一歩を出していきましょう。上体を起こして、そのまま膝をかかとより少し前の方に押し出していきます。ドラゴンというポーズです。両手は下でもいいですし、膝ももの上に添えてもらっても大丈夫です。さ、前の足に体重心を委ねていきましょう。前の足のかかとが、必ず浮かないように気をつけます。このまま呼吸を続けていきましょう。アキレス腱の伸び、ふくらはぎの伸びを感じていきます。ふくらはぎの裏側ですね、水分が溜まってむくみやすい場所です。よく刺激してリンパの循環も良くしていきます。違和感が感じられたら少し、動いてね、ポーズをその都度調整してもらって構いません。
尻周りの、ね、力も少し抜くことで股関節周りもストレッチ感を感じていきましょう。アキレス腱がじわっと伸びる感覚、つかめてるかと思います。でもゆっくり両手を下に下ろして、前の足を後ろの方に戻していきます。一度チャイルドポーズでかかとにお尻を下ろしましょう。顔もリラックスです。ゆっくり上体を前に移して、この右の足を右手の外側に出します。ツイストドラゴンというポーズです。右の手は膝内ももに添えて、ウエストから右へとねじっていきます。ここでは前側の足の股関節の広がり、そして内ももに、刺激を加えていきます。股関節周りも柔らかくほぐすことで、鼠径リンパ節を刺激して老廃物を外へと流していきましょう。大丈夫であれば、肩の下に肘をついて、上の手で膝を少し外側の方に押して気持ちいいところを見つけます。腰の高さを変えたり、ツイストの加減を少し変えたりして調整してもらって大丈夫です。両手をもう一度肩の下に戻して、ゆっくり前の足を後ろへ、チャイルドポーズで、一度ねお休みをします。ゆっくり上体を前に移して、さ左の足を前に出してドラゴンのポーズです。一度上体を少し起こしていきましょう。ゆっくり息を吐きながら膝を前の方に
押し出していきます。でこの時必ず前のかかとが浮かないように気をつけていきましょう。両手下でもいいですし、膝、ももでも大丈夫です。さあここのポイントは前の足のアキレス腱、そしてふくらはぎの伸びを感じることです。ふくらはぎ、しっかりと刺激して、水分のコントロールを上手に、そしてむくみの改善につながっていきます。さあ上体はリラックスして余分な力は抜いていきましょう。ご自身のゆったりとした呼吸を感じます。お腹周りも柔らかくして呼吸を通しやすくしていきましょう。伸びてきたら少しね、上体も前の方に傾けていきます。ゆっくり前の足を後ろの方に持っていってチャイルドポーズで一旦リラックスしてください。上体をゆっくり前に移して、さあ、最後反対のツイストドラゴンです。左の足を、左手の外側に出します。さあ左の手は膝ももに添え、ゆっくりウエストから左へツイストしていきましょう。楽に上を見上げてもらってもいいですし、首きつくなってきたらね、まっすぐでも下見てもらっても構いません。上の手で膝ももを少し外側へと押し出しながら、前の足、股関節、そして内ももの伸び、刺激を感じていきます。お尻周りの力もリラックスしていきましょう。股関節周りも柔らかくほぐすことで、さらに下半身の血流の流れ、リンパの流れを良くしていきます。大丈夫そうであれば肘を肩の下についてもらっても構いません。気持ちいいぐらいのところでポーズをホールドし、
あまり無理しないように気をつけていきましょう。もう一度大きく息を吸って、ゆっくり息を吐いて、息を吐いたら両手を肩の下に戻します。前の足もゆっくり後ろに引いて、お尻は後ろ、チャイルドポーズでリラックス終了です。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。足裏全体と、あと股関節周りの刺激で、リンパの流れを良くし、むくみも改善できたかと思います。今後もいろいろなエクササイズ動画を配信していきますので、ご興味ある方はぜひチャンネル登録をお願いします。あと、ワークショップの情報などは Facebook やホームページで、載せていますので、そちらもご興味ある方はぜひご覧ください。